東小伊賀市公伊賀市、高9月18日から1966年2月25日は、日本の飛行機政策の先駆者。男爵、南部信都市の父。妻は、岩村道都市の娘の北市。子に、伊賀市へ。山内陽道の弟、山内豊栄の子として、高知市に生まれる。旧スクム領主会がけ十二大市政の養子になる。 1895年、スクモ神社高等小学校に、転入学、尋常科を卒業。1899年、高等師範学校附属、小学校卒業。1897年6月、ヤ部シ政の死去に伴い家督を相続し、1900年5月9日、養父の勲功により、男尺を除釈1904年、東京高等師範。 学校付属中学校卒業。東京美術学校に入学するも1907年に中退。翌年、一年志願兵として陸軍に入り、この駅兵第一連隊に所属。この間の軍の演習中に、飛行機による偵察に興味を持ち研究。1910年4月、日野熊蔵と徳川義徳により、日本航空機発飛行が行われた。ただし、 両者の飛行は共に輸入された外国製飛行機である。東京都文京区宮下町の意外屋敷に閉じこもり、飛行機製作に必要な学問に関する要衝を読み漁り、不要面を傾斜せしめて進行し、翼の裏面に風圧を受けて空中に不要すべき、構造の双葉飛行機模型を製作。ゴム動力により飛行に成功。東京帝国大学教授。 田中立愛吉博士の勧めにより、9月に、伊賀式双葉空中飛行機の名で特許を取る。新聞各紙で、大々的に報じられ、日野熊蔵徳川義徳、鈴木哲三郎、磯部哲吉、徳永熊尾、山田井三郎、奈良原三次、中島畜兵、榊原育造、大田幸ら同じく新時代の科学技術黎明期の当時の日本で、 飛行機製作、操縦、その他の機械技術を研究を志す者と交流を深める。大田は後に宇治広の飛行試験を手伝っている時に負傷している。これら以降の航空機研究と製作にかかった資金は基本的に伊賀家の資材である。またこの年、日本飛行機協会を設立。仮の事務所を 伊賀屋式として、主に資金面での協力者を探すが難航する。1911年陸軍除隊。竹製の構造の翼を持つ伊賀式化空気を完成させた。3月に、東京の板橋にあった、競馬場にて、自動車の犬員による試験を行ったが、競馬場の地表面の凹凸で車輪を破損し、飛行には失敗。 宇治広は直ちに動力飛行機の製作を始め、雑誌、科学世界の発行主柳原貴平からの資金援助の申し出を受けた。エンジンは、大阪の島津奈良像が製作した。このエンジンは、航空機を発動機として、日本最初のものとなる。12月に、全長8メートル、純国産第1号の単用飛行機、伊賀式舞鶴号を完成させた。 12月24日に、東京の代々木連平場にて、田中建博士や徳川義徳ら飛行機研究の同志の面々、新聞各社の立ち合いで離陸、滑空に臨んだが、島津奈良像製作の3気筒発動機の1気筒が動かず、馬力不足で滑走のみとなり、飛行には至らなかった。機体は、日野熊像が引き取り、日の式3号機として、翌年も、 改良都市券が行われたが、飛行に成功することはなかった。1912年頃、飛行機研究による莫大な散財を主な理由として、親族一同の反対により飛行機研究を断念する。構想していた伊賀式服用機は完成に至らなかった。1913年伊賀式料で故郷であるスクモに 帰り、1930年まで16年間一町民として暮らす。この間、消防団に所属し、装備の近代化を行う。火事の際は真っ先に駆けつけていた、とされる。1915年5月19日に隠居した。1929年地元消防団の近代化への貢献が認められ、大日本消防協会高知県大議員となり、 後に副会長を務める。1930年東京に移り、1934年民生産業の設立に参加。設立後は営業部長を務める。ドイツのクルップ、ユンカースと提携して、日本の自動車開発の発展に努めた。1942年足立工業事務所長に就任。また、竹中工具製作所の相談役でもあった。 終戦と同時に退職し、以後は、仏像研究で余生を送った。1966年2月25日に死去、79歳。死亡時、東京の新聞では、空の男爵79歳で行く、国産第1号機を製作と報じられた。墓所は、スクモの東福寺山。国民の航空に対する関心を深める必要を、痛感した井川。 日本における航空協会の創設を計画した。1910年には自宅を事務所として日本飛行機協会を立ち上げたが、当時はまだ飛行機の認知度も低く活動は困難を極めた。しかし彼の努力が報いられて、会長、副会長に当時の一流人物である大隈重信、坂谷義雄がそれぞれ就任すると会員数は急増し、事務所は 東京の日比谷にまで進出した。日本飛行機協会は、後に帝国飛行協会と合併して、現在の日本航空協会となった。大正3年、林エルゾウを社長とし、藤田正代を技師長とした、ヨド水産会社が創立された。宇治広もこれに参加し、同社は、スクモ湾の丸島付近の海で、深淵真珠生産に成功した。ありがとうございます。